今年度のテーマはお正月。日本独特の価値観が培ってきた慣習、昨今の外騒がしく出先で賑わうお正月ではなく、親戚一同が会し祝いの言葉を交わし合うお正月、縦にも横にも壁がなく皆で迎えるお正月を演舞で表現いたします。わずか4分、短い時間ではございますが、どうぞ最後の最後までよろしくお願いします。年の初めの歓喜の宴、終わりなき世のめでたさに、松茸締めて祝いの飾り、のろし2019、三月将来。